マム、今日の夕飯だけどさ、何か食べたいものある？ミオちゃんがリクエストにお答えしちゃうよ。今日のご飯ですか。そうですね、昨日はお魚だったのでお肉が食べたいです。おお、お肉の特売日にナイスリクエスト。じゃあ腕によりをかけて豪華料理を作っちゃおっかな。ミオちゃんのお料理楽しみです。それじゃあ行ってきますね。はい、行ってらっしゃい。さてと、まずは掃除と洗濯を済ませちゃいますか。そしたら家計簿の確認だね。頑張るぞ。先週使ったお金がこれで、この前の報酬が…え、やばい、超ギリギリじゃん。お金は必要だけど、これ以上はお仕事増やせないもんな。なんとか節約する方法を考えていかなくっちゃ。確かお肉以外も安くなってる日だったよね。よし、今のうちに買いだめしておこうっと。お、ミオちゃん、いらっしゃい。今日はいろいろ安くなってるからたくさん買っておくれよ。本当？ヤッキー、今月ちょっとピンチだったから助かっちゃうな。先月も同じようなこと言ってた気がするね。もしかして使いすぎじゃないのかい？こらこら、私がちゃんと管理してるんだからそんなことないよ。先月はちょっと急な出費があっただけだから。わかったわかった。で、今日は何を買っていくんだい？ね、特売品のお肉3人分とスープ用の鶏ガラください。あ、それとミルクとお茶っ葉と野菜、こっからここまで。はいよ、毎度あり。あれ、野菜量が多くなってるけど。おまけだよ、おまけ。ミオちゃんがピンチってんならこれくらいしないと。おじさん、フルーツもおまけしてくれたらミオちゃんすっごく嬉しいな。かあ、甘え上手だな。しょうがねえ、サービスだ。ほら、こいつもおまけだ。お金に余裕ができたらいっぱい恩返しで買い物するから。はいはい、その日が来るのを気長に待ってることにするよ。よかった、これなら今月はだいぶ楽になるかも。シマムーのリクエストにもバッチリ応えられそうだよ。あんたはいつもそうやって言い訳ばっかり。うわ、なになに？うるせえな、細かいことばっかぐちぐち言いやがって。そっちがちんたらしてたから特売品が売り切れたんじゃないか。結婚してからずっとこんなことばっかり。何も言わなかったのはおめえじゃねえか。おめえはいつもいつも後出しじゃんけんで。ちょ、ストップストップ、二人ともそんなにヒートアップしない。みおちゃん、お店の前で喧嘩しちゃったら迷惑になっちゃうでしょ。もうちょっと落ち着かなきゃね。あのね、ミオちゃん、特売品のことだけじゃなくてこの人はいつも。しょうがない、私が買った特売品をあげちゃおう。えい、こうなったら3人分まとめて持ってけ持ってけ。いや、でも。はい、これで解決、喧嘩はおしまい。二人ともちゃんと仲良くするんだよ。それじゃバイバーイ。そんな受け取れな、あー、行っちゃった。あんたらよかったな、ミオちゃんみたいないい子がいて。あの子が喧嘩の仲裁をしなきゃどうなってたことやら。いや、あんな若い子に気を使われちゃうなんて恥ずかしいことしちまったね。ミオちゃんにはかなわねえな。みんなを元気にする
商店街の看板娘って感じだぜ。言い方が古いって。今時は看板娘じゃなくてアイドルって言うんだぞ。ああ、そう言われるとしっくりくるね。もしミオちゃんが本物のアイドルになったら毎日が楽しそうだよ。やってしまった。勢いでやっちゃったけど晩ご飯どうしよう。メインディッシュなしで野菜とスープだけ、豪華要素ゼロじゃん。別のお店でお肉を買い直す。いやそれはダメ、今月ピンチなのに予定外のお金を使う余裕はないって。何かいい方法は。あ、これだ。さあ2人ともお腹空いたでしょ。ミオちゃんのディナーをたっぷり召し上がれ。ねえミオ、お肉が紫色に見えるんだけど気のせい？あー、そうスパイスの色なんだ。一気に入れちゃったからこうなったのかも。いっけない。それにこのお肉妙にプニプニしてませんか？動物じゃなくてスライムみたいな感じが。気のせい。多分新鮮だからそういう風に見えるだけだと思うな。もう二人ともどうしちゃったの？ちゃんと味見だってしたし美味しさは保証するよ。いや、味がどうこうって問題じゃなくて、このお肉ちゃんと店で買ったやつなの？ぎっく。こういうのが並んでるところ今まで一度も見たことないし、いつもの店に行ったんでしょ？そうですよね。お野菜やフルーツは普通ですけど、どうしてお肉だけ？そろそろ冷めちゃうから食べよっか。それじゃあいただきます。アイドルっぽくなれたかな。君たちに手助けしてもらってるんだもん。もっとキラキラできるように頑張らなきゃね。上達したねって言ってもらえるとすごく嬉しいの。変わったかどうか自分だけじゃわからないからね。なのでもっとミオちゃんのこと褒めてください。なりたいって依頼を受けてもらってから私たちずーっとお世話になりっぱなしだよね。君たちってもしかしていい人？なんてね、嘘。君たちがいい人ってことくらい一緒に過ごしてればちゃんとわかるもん。てなわけで、ミオちゃんスタンプをポン！私からの信頼の証だよ。これからも
頼りにしてるからね。あそこに手を振ってる子がいるけど、コロコロたちの知り合い？いえ、見覚えのない方ですね。主様もご存じないようですし、いわゆるヒッチハイクというものではないでしょうか。なるほどね。すみません、あなた馬車に乗りたいんですか？はい、ムーサへ行こうと思っているんです。もしよければ途中まででも。お、そうなんだ。私たちもムーサに向かってるところ。目的地は同じだし、乗せてってあげようよ。旅は道連れ、世は情けということですね。さすがは主様、お優しい心をお持ちです。それじゃあ、私たちとムー様で一緒に。いえ、ずっと乗せてもらうのは申し訳ないので、途中までで大丈夫です。ありがとうございます。ムーサにはお仕事で行くんだ。ランドソルから結構遠いし、大変なんじゃないの？興味のある仕事なのでやりたかったんです。あなたたちはどうしてムーサへ？それはね、アイドルになるためオーディションを受けに行くんだね。はい、私たちはミオ様たちがアイドルになれるようお手伝いさせていただいております。そっか、あなたもそうなんですね。も、ということはあなた様もアイドルを目指していらっしゃるのですか？そっか、お仕事ってオーディションのこと？アイドル目指してる子と会えるなんてすっごい偶然。そのアイドルは昔目指していたことはあります。でもオーディションに落ちちゃってからそれっきりなんです。ああ、そうだったんだ。勝手に決めつけて盛り上がっちゃってごめんね。いえ、気にしないでください。アイドルを目指すことに区切りというか諦めはついたので。まあ、お仕事自体はアイドルに関係してることなんですけどね。アイドルオーディションの手続きとかそういうことをするんです。オーディションのスタッフということですか？はい、私はアイドルになれなかったですけど、せめて何かしらの形でアイドルに関わりたいなと思ったんです。そろそろお馬さんを休ませなければいけませんし、この辺りでしばらく休憩いたしましょう。そうですね、30分ほどでしょうか。主様もミオ様もごゆっくりおくつろぎください。しばらく休憩か、どうしよっかな。あ、そうだ、ねえ、ちょっと聞きたいことがあるんだけどいい？あ、はい、何でしょうか。いきなりな質問になっちゃうんだけどさ、カルミナのライブって見たことある？もちろん見たことありますよ。アイドルを目指そうと思ったきっかけですから。おお、知っててよかった。実はさ、あんなダンスができるようになりたいって思ってるんだけど、うまくいかないんだよね。サビのところとか
どうやったら踊り方がブレずに済むのかなって、こうやったらいいんじゃないかなってポイントある？そうですね、カルミナの皆さんの踊り方は1,2,3,4,5,6,7,8とこんな感じで足元のひねりが多いんですよね。そこを意識するとやりやすくなるかもしれません。そんなことないですよ、私なんかただのモノマネですし。うん、すっごく上手だったよ。パッと見ただけでカルミナのダンスを勉強したんだって伝わったし、やっぱり今でもアイドルになりたいって思ってるんでしょ？試すようなことしちゃってごめん。でもさっきアイドルの話をしてた時から気になってたんだ。なんか後悔してるっていうか、諦めきれないって雰囲気だったから。それは余計なお世話って言われるかもしれないけど、ちゃんと話を聞きたいって思ったんだ。同じアイドルを目指してる子だからなおさら。わからなくなっちゃったんです、自分の気持ちが。アイドルに関わりたいと思う時点で未練があるのは分かってます。本当に嫌になったのなら見聞きもしたくなくなると思いますし。だよね、そうなると思う。本当に嫌ってなってるならムーサの町には行かないもんね。でもオーディションのことを思い出すと怖いんです。あなたみたいに強い心があればはっきり答えを出せるのに。うん、そうだよ。私だってオーディションに落ちるかもって思う時もあるし、失敗しちゃったらすっごいへこむもん。なのにオーディションへ。アイドルになれないって突きつけられるのが怖くないんですか？偉そうなこと言っといてなんだけど、そこは怖い。否定されるのは嫌だし、そりゃ落ち込んじゃうよ。でも最初がダメでも2回目はうまくいくかもしれないでしょ。それこそ10回目に成功するかもしれない。だから何回だろうとやるだけやってみるつもり。ほら、好きになっちゃったことって諦めきれないし。本当にここまででよろしいのですか？はい、大丈夫です。おかげでかなり進めました。ありがとうございます。ミオさん、アイドルを目指すかどうかまだ決めてませんけど、もう一度しっかり考えてみようと思います。では失礼します。うん、もう一度目指すってなったら一緒に頑張ろうね。バイバーイ。ミオ様、一つよろしいでしょうか？あの方がアイドルになることを応援されていたようですが、そうなるとライバルが増えることになってしまうと思います。それでもよろしかったのでしょうか？それはコロコロの言う通りなんだけどさ、そういうの関係なく応援してあげたいって思ったんだ。だって同じ夢を目指している仲間なんだから。Thank you.
頑張ったのに失敗しちゃうのは悔しいよね。でもやると決めたからにはミオちゃん諦めない。君たちの声援にも応えてみせるよ。よし、誰も見てないな。今のうちに。うわあ、びっくりした。いきなり声かけないでよ。何かと思ったじゃん。え、こそこそしてたから気になった。いや、何のことかな。別にミオちゃん変なことはしてないんだけどな。ほら、なんていうか、ちょっと気分転換で散歩に行くだけだから気にしないで。それじゃあね。主様、こちらにいらっしゃったのですね。お風呂の用意ができましたのでこちらへ。お待ちください。主様お一人で行くのは危ないですよ。どうされたのですか。ミオ様が森に行ったから。この時間に森へ向かう理由はないはずですし、それは気になりますね。わかりました。ならば私がご一緒いたしましょう。さあ主様、お手をどうぞ。まだミオ様の姿は見えませんね。これ以上進むとかなり奥になりますが。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。この声はあちらからでしょうか。参りましょう、ハルジ様。あ、それじゃあ頭からやってみますか。うひゃー。え、どうして二人がここに。すみません、後をつけさせていただきました。主様が森に向かったミオ様のことを気にされていたのです。あちゃー、そういうことか。なんとかごまかせたと思ったんだけどな。レッスンの続きをされていたようですが、なぜ皆様に内緒で森の中へ。それはレッスンをされるのなら村の中でした方が安全ですし、主様が心配するお気持ちも理解できます。かっこ悪いから言いたくなかったんだけど、しょうがないか。実はね、もっと上達するために秘密の特訓してたんだ。ほら、この前のライブは大失敗しちゃったでしょ。それがすっごく悔しくて、もっと練習しなきゃって思って、次は絶対大丈夫って言い切れるくらい練習したくてさ。でもシマムやシブリンに無理はさせたくなくて、だからこっそり森でやってたの。主様のおっしゃる通りです。お気持ちはご立派だと思いますが、気負いすぎではないかと。うん、その自覚はあるんだ。でも自分の中にあるモヤモヤのせいで焦っちゃってさ。練習すればこのモヤモヤも消えると思ったんだけど、そうならなくって。どうすればいいんだろう。おい、
い、ミオちゃん、どこにいるんだ。え、何この声。どなたかがミオ様を探していらっしゃるようですが、主様、ミオ様、急いで村まで戻りましょう。ミオちゃんはどこ行っちまったんだ。せっかくここまで来たっていうのに。ほーら、やっぱりあんたの準備が遅いから。人のこと言えねえだろ。おめえだって寄り道してたくせに。え、ランドソルのみんな。おお、いたいた。相変わらず元気そうだな、ミオちゃん。アイドルの修行は順調って感じか。あれ、そのこと知ってたの。それにどうしてここに。どうしてって決まってるじゃないか。ミオちゃんがオーディションに出ると聞いたから応援に来たんだよ。商店街の仲間からミオちゃんたちがムーサに向かったって聞いてな。そっから大慌てで追いかけてきたってわけさ。ほら見て、応援グッズも作ってみたの。看板とかうちわとか、私たちで掛け声も考えてきたんだよ。おお、みんなどうしてそこまでしてくれるの。オーディションに受かるかどうかもわからないのに。そんなの関係ねえよ。俺たちの看板娘の晴れ舞台なんだ。どんな結果になろうと応援しないわけねえだろ。私もそう思います。ミオ様たちのことを応援してくださる人はちゃんといるのです。不安だと感じてしまうことはあるかもしれません。ですが、皆様が一緒だと思えば勇気が湧いてくると思います。コロコロ、ミオさん。あれ、あなた、あの時のこの村に来てたんだ。はい、いろいろ考えたりしていたのでちょっと時間はかかっちゃいましたけどね。私決めました。今回は仕事があるので不参加ですけど、次はもう一度アイドルに挑戦してみようと思います。本当？はい、私もう迷いません。ミオさんに勇気をもらった分、私も応援でお返しします。お、ならあんたもミオちゃん応援団に参加しなよ。応援グッズはたくさんあるから歓迎さ。いいんですか？ぜひお願いします。みんな、よし、なんかやる気が出てきちゃったぞ。みんなが応援するミオちゃんはすごいんだって絶対思わせてあげるから。オーディション優勝間違いなしのニュージェネレーションズを全力で応援してよね。よろしく。おやおや、大きく出たね。なら私たちもミオちゃんに負けないくらい頑張らないと。おうよ、応援団張り切っていくぞ。おお、本当にありがとう、みんな。私、頑張るから。女子くんと一緒だと良い発想が浮かぶ。どうしてだろうね。君たちがレッスンを手伝ってくれたおかげだね。みんなに楽しんでもらえるようにもっと頑張るぞ。
やっぱりアイドルって夢のあるお仕事だよね。自分が楽しいだけじゃなくて笑顔が広がってく。君たちのおかげでそれに気づけたんだよ。冒険者とアイドルの両立ってこんなに大変だったんだね。二頭を追うものは一頭もって感じ。でもね、君たちが支えてくれてるから大変だけどやれるぞって思えるんだ。根拠はないけど多分大丈夫だって。シマムーにシブリン、それに君たち、信頼できる仲間が近くにいるのっていいもんだね。これからも応援よろしくお願いします。私は応援団のみんなといろいろ話してたところ、これから少しだけ自主練してゆっくり休もうかなと思ってたんだ。もうすぐ夕方だし。にしてはなんか明るくない？え？君が光ってるの？何か仕込んでる？それどうなって、一緒にやってみよう。まずは踊る前に体のストレッチからいくよ。はーい。あ、やっほー。何してるのかって？今ね、この子たちにアイドルとはなんぞやって教えてたところ。ここで踊ってたらこの子たちに声をかけられてさ、アイドルごっこが好きだから教えてほしいって。ねーねー、そうだ、もしよかったらなんだけどちょっと手伝ってくれない？アイドルごっこの盛り上げ役ってことで。それに君がいてくれた方が、初心者目線っていうのかな、何か聞かれた時に違う視点で答えてもらえそうだなと思ってね。お願い。ありがとう。それじゃあみんな、このお兄さんも一緒にやってくれるからアイドル目指して頑張ってみよう。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。みんないい感じに踊れてると思うよ。あれ、ワン、ツー、スリー、フォー。ストップストップ、そんなに力まなくても大丈夫だよ。どうしたの？ね、お姉ちゃんから教えてもらったこと全部ちゃんとしなきゃって思って。でもそしたら失敗したらどうしようってなっちゃうの。ああ、よくわかんないよ。ああ、そっか。上手にやらなきゃって思っちゃうんだね。ねえ、みんな。みんなはどんな気持ちで踊ってる？私、わーってやってる。なんか踊ってるとよくわかんなくなっちゃうもん。
上がっちゃうとそんな感じになるよね。私はね、なるべく頑張らずに踊ってる。だって頑張りすぎると疲れちゃうもん。うん、この年齢でダンス中の息抜きを意識するとは、これは将来大物になる可能性が。あれ、お姉ちゃん、それじゃダメだって怒んないの？そんなことしないしない。みんな好きにやってオッケー。私が言ったことを全部完璧にやらなくていいんだよ。なんかシュールって感じの踊りだったもんね。でもそういうこと、みんならしくやっちゃえばいいの。ちゃんとできなくていいの？だってアイドルはちゃんとしてるよ。それはまあね、ごっことはいえアイドルをやるからにはちゃんとしなきゃって気持ちになるのはわかるよ。でもそのことばっかり考えすぎちゃって、楽しいって気持ちがどっかに行っちゃうのはちょっともったいない。自分らしく思いっきり楽しんで、その上でうまくやれるのが一番いいからね。お客さんと一緒に楽しむべしって感じかな。じゃあどうやって見ればいいの？そうだな、よし、じゃあ私が教えたことは一旦全部忘れちゃおう。次は音楽に合わせて好きに踊ってみてね。自分なりにとにかく体を動かしてね。いくよ、踊れ踊れ。おさてと、今日のアイドルレッスンはおしまい。みんなやってみてどうだった？私すっごいアイドルになれる気がした。パパとママに自慢しちゃおった。結構楽しかったからユニットとか組んでみたいかも。私たち3人なら頂点狙えるっぽい。うん、やってみたい。私たちで頑張ってみたい。うんうん、その調子で本物のアイドルを目指してみたまえ。それじゃ気をつけて帰ってね。バイバイ。バイバイ。いやー、楽しんでもらえてよかった。いきなりだったのに手伝ってくれてありがとね。実は全部プロデューサーの受け売りなんだけどね。アイドル始めたばかりの時は私もあんな感じだったなって。自分が楽しいって思えないとお客さんに気持ちは伝わらないし、アイドルをする時はみんなと一緒に笑顔で楽しみたいからさ。あんまり偉そうなこと言えないけど、初心忘れず、もっともっと上を目指して私も頑張らなくっちゃ。はい、お疲れ。あんたに夢を見せたのはいいんだけど、やっぱり謎が多いわね。そもそもこの記憶ってあっちの世界で起きたことなのかしら。あの子たちは外側の存在だし、どういう扱いなんでしょうね。でもあんたやあの子の願望から生まれた夢ってわけじゃなさそうだし、まあ楽しい出来事があったってことでいいのかもしれないけど。あれ、私たちもしかして寝てた？って日が暮れちゃってるじゃん。こりゃ自主練はお預けかな。なんか変な夢を見たんだ。私がアイドルの先生みたいなことして、女の子たちにお客さんと一緒に自分も楽しむべしってアドバイスしてたの。このタイミングでこういう夢を見るのって不思議。そういう風にやったらうまくいくって予知夢的なやつかな。そっか、うん、そうだよね。じゃあ私、応援団のみんなと、それにオーディション会場にいる人みんなを
巻き込んで思いっきり楽しんじゃうことにする。期待しててね。